ごきげんよう。最近またいろんなジャンルになりつつある私の動画なんですけれども、そろそろ指が薄いてきちゃって、今から私のタイピングで近代文学を打ち込んでいきます。はい、今すごい絵になってると思うんですけど、これが一番見やすいかなと思って一旦試してみます。以前使用した e タイピングというタイピング練習サイトがありまして、こちらを今日も使っていきます。まずは腕試しレベルチェックしていきましょうか。今すぐチェック。速乾言葉スタート。2、1。あー、スコア478、レベルレーザービーム。レーザービーム。ストレイト。レーザービーム。これがどんくらいのものなのかとかちょっとよくわかんないんですけど、調べてみますか。こんな感じでした。達人？名人？狙いたいですね。ちょっとね、ミスを少なくしたいとは思ったんですけれども、惜しい、あと一文字。次こそ見せてる、速さがやっぱり劣りますね。あと結構この私薬指と、小指の動きというのがね鈍いので、ここを繰り返すようなものが出てくると落ちてしまいます。でもね、本編はこれからだから。スタディという項目がありまして、そこの名作、日本の近代文学の名作の書き出し部分のタイピング練習ですということなので、私がタイピングしている間が皆さんのシンキングタイムですね。どの作品、どの作者なのかというのを一緒に考えていきましょう。それではデスキで開始。死にましたけど、スコア507、レベル ADVH。 何 ADVH ってどういう意味？エドワード・ヴァン・ヘイレン。ジャンプジャンプ。凄腕ギタリスト、速いみたいで、それになぞらえてるということですね。ヴァン・ヘイレンになりました。ちょっと最初は何の作品かって分からなかったんですけど、思いっきりゴンギツネって出てきたので、新見南吉ゴンギツネでございました。もう一回ぐらいやってみましょうか。次はなんだ。2、1。あれ、ダメだ。落ち着け。これ良くない。良くない。初見より落ちてますよ。同じやつだね。スコアが伸びなくなったら休憩しようって書かれてる。これは、ちょっと、いや、どうしたらいいんだろう。速さを求めて焦るのをなくしましょう。じゃあ、多分同じのが出てきましたね。
結構似たようなのが出てきちゃうのかな。もう一回やってみましょう。はい、3、2、1。あ、もう一回。お、そば、いっそだ。新しいの来たけどさ、これ漢字難しくない？どこをさ読んでいいか分かんなくなりますね。漢字がすぐにパッて分かるやつだと絶対一番上の文見た方がいいんですけど、あとやっぱ私最初のプレッシャーに弱いみたいですね。後からだんだん落ち着いてきます。それでね、下あんまり見ててもローマ字とかひらがなとかだとブーンとして認識できなくなるので、これ難しいかもしれない。最初は正確率に目標を決めて練習しましょう。あー、じゃあちょっと正確性を求めて最後の1回だけやりましょう。あ、違うよ、この作品なんだよ、私分からなかった。奇想寺、皆さん分かりました？あ、本日の投票カードポチッと押してみてください。奇想寺は住むって山の中である。奇想寺、あ、島崎藤村の夜明け前。いやー、文学史に習ったけどね、ちょっと書き出しまでは知らなかったですね。ではでは、最後の1回挑戦します。泣いても笑っても、2、1。何というか、あ、でもさっきよりちょっと上がったよ、レーザービーム。これね、もう冒頭で分かりましたね。我が輩は猫であるって言っているから。うん、でもこれ何どうな、読めないですよ。あとさ、これもさ、捕まえてでしたね、捕らえてかと思ったけど、近代文学タイピング奥が深いかもしれない。いろいろ試されますね、これは。はい、久しぶりにやってとっても楽しかったんですけど、やっぱり衰えを感じずにはいられないですね。句読って本当に苦手だよね。まあね、Eタイピングのサイトでは百人一首とか、あと源氏物語、日本国憲法なんていうものもあったので、好評であればまた挑戦してみてもいいかなと思います。いくらハマっても夜明け前までには終わらせましょう。以上、最後までご視聴ありがとうございます。タイピング動画面白かった、また見たいなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録や評価のほどよろしくお願いします。それでは、ごきげんよう。お、我が輩は YouTuber で一番タイピングが早いと思っているものである。にゃー。